洋菓子の一種、イチゴショートケーキショーケースに並ぶフランス菓子洋菓子とは、西洋に起源を持つ菓子の総称。日本の伝統的な菓子である和菓子と対地される言葉である。明治時代以降、日本に多数の西洋風の菓子が紹介されたため、従来親しまれてきた菓子との区別のために用いられるようになったものであり、明治時代以降に日本に入ってきた菓子に対して用いられる。 西洋に起源がある菓子であっても、16世紀にオランダやポルトガルなどの宣教師から伝えられたカステラ、ボーロ、コンペイトなどの南蛮菓子は通常は菓子として扱われている。以下、本校では洋菓子の種類や特徴などについて解説する。西洋の菓子の来歴については、菓子ヨーロッパの菓子誌を参照されたい。洋菓子の種類は伝統的にパティスリー、コンフィズリー、 グラスリーといった形で分類される。パティスリーは練りこがしの胃で小麦粉、卵、牛乳、砂糖などを主原料として各種の製法で生地を作り、クリームやジャムなどを添加して仕上げるものである。具体的にはケーキ、パイ、タルト、プディング、クレープ、シュークリーム、ビスケットといったものが含まれる。 また小麦粉を使うものではないが、アーモンドやヘーゼルナッツから生地を作るマカロン、卵白生地のメレンゲ、デザート菓子とも言われるムース、ゼリー、ババロア、カスタードプディングなどの霊カも、パティスリーとして扱われている。コンフィズリーは、砂糖菓子の胃で、砂糖を主原料とする菓子や、砂糖の特性を活かして作られる菓子類である。具体的には、ドロップ、ヌガー、キャラメル、 マシュマロなどのキャンディ類やチューインガム類、チョコレート類、飴かけしたナッツやフルーツ、マロングラッセなどの砂糖漬け果実などが含まれ、現代では工場生産されるものがほとんどである。なおチョコレートはショコラトリとして独立した一部門とすることもある。グラスリーは評価の意でアイスクリーム、シャーベットなどの凍らせて食べる菓子である。パティスリー洋菓子店の店内、パティスリー、 コンフィズリーといった言葉は、それぞれこれらの菓子を扱う菓子店を指す用語でもある。ヨーロッパでは18世紀にコンフィズリーがパティスリーから分離し、独立した業種となった。これらの他に洋菓子に属するものとして、主にアメリカ合衆国で発達したスナック菓子がある。穀類を原料として塩辛い味付けをする軽食代わりの菓子でポテトチップス。 ポップコーンなどのものである。日本では和菓子と同様、保存性の観点から、菓子の水分が有料に従って、生菓子、反省菓子、東菓子という形に分類されることも多い。生菓子は加熱していない菓子のことではなく、水分の多い菓子のことで、おおむね30%以上の水分を持つ菓子が該当する。ショートケーキやパウンドケーキ、シュクリーム、ゼリー、ババロアなど、 パティスリーの多くは生菓子であり、パティスリーを養成菓子全般の意味で用いることもある。缶菓子は概ね水分が10%以下のもので、チョコレート、キャンディ、チューインガムなどのコンフィズリーのほか、ビスケットやリーフパイなどの焼き菓子も含まれる。半生菓子はその中間で、洋菓子では一部のスポンジケーキや砂糖漬けなどが該当する。ありがとうございます。